いつの時代のギャル次の朝ドラ、おむすび。橋本環奈のギャル姿に違和感突っ込みが入るわけ。あと2週間で、現在放送中の伊藤沙イ30、主演の NHK 連続テレビ小説、虎に翼が,が最終回を迎え、9月30日から橋本環奈25が主演のおむすびがスタートする。主要キャストやドラマのビジュアルが続々と公開されているが、 16日に解禁された橋本の強烈な姿にはツッコミの声も。おむすびは、橋本演じる平成元年生まれのヒロイン米田タが高校時代にギャル文化と出会い、やがて栄養士として人の心と未来を結んでいく平成青春グラフィティ作品。物語は、ケツが福岡で青春を謳歌する高校時代2004年からスタートする。 おむすびにはギャル文化が重要なテーマとして登場すると発表されています。そのため番組公式 SNS は16日、橋本さん演じる黒髪の女子高生、チケツがギャルに激変したビジュアルを公開したのですが、当時のギャル文化を知る世代から違和感を指摘する声も寄せられています。女性誌編集者。解禁された橋本の写真は、 金髪、明るいピンクのトップスにへそ出し、ホトパンツ姿。派手なネイルに濃いメイクダッシュ以下にも平成のギャルという感じのコーデで着飾り、劇的に美女変した姿。似合う、可愛い,いといった声が多く寄せられている一方で。違う気がするのは、今見てるからかな白黒あゆ、浜崎あゆみだったり、制服着崩してルーズ、厚底、チビティ。 隙あらば配備、パラパラなどなどのイメージが強い。これはこれで可愛いけどね。これいつの時代のギャル白ギャルでこんなファッションいないよ。まだ山ん系、顔は黒塗りで唇は白ならわかるけど。色い々ろいろと設定めちゃくちゃすぎて。ギャルよりも仮装っぽいです。その当時金髪はブリーチで傷んだまばらな金髪ですし。 色黒でシルバーとかのアイシャドウとかのヤマンバという文化でしたので、など、当時のギャルらしくないというツッコミの声が多く寄せられているのだ。服装は攻めた黒ギャルよりだけど、ガングロどころか肌は黒くはなく白いし、メイクの雰囲気にはどこか白ギャルらしさもある。白ギャルと黒ギャルをミックスしたような、ちぐはぐなコーデだと指摘されています。ヘアスタイルも、 当時のギャルの間では、不揃いなシャギーが流行していたのに、今回の橋本さんは毛先が揃ったパッツンヘアーである点にもツッコミが入っていますね。全道。